ホムラの剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。立ちなさい。炎に身を捧げるのです。さてここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。